羽ノ浦町は、徳島県にあった、行政町である。2006年3月20日、阿南市に編入され行政町としては廃止されたが、区画としての名称はその後も使用されている。徳島県中央東部の平野地帯にあり、中川下流北岸に位置する。調整25周年記念パレードの様子1953年8月撮影羽ノ浦地区の、町並み中小小ざ旗田一部地で撮影。 岩脇地区の町並み古毛アザー田で撮影町内にはないが、阿南警察署が管轄している。町内にはないが、阿南消防組合消防本部、消防署が管轄している。過去の消防署商店街ハノウラ町内にある、コスモス畑岩脇朝松の本で撮影第1次、産業就業者数299人、第2次産業就業者数1814人。 第3次産業就業者数3556人、羽ノ浦町立図書館一般路線バス町内には、麦線が通っている。中心となる駅は、羽ノ浦駅であり、すべての特急列車が停車する。町内にある駅は次の通り。現在、廃線跡は遊歩道になっている。高速道路及び地域港規画道路高速道路は、町内を通過していないが、 四国横断自動車道の延伸計画があり、町内を通過する予定である。現在、工事中である。一般国道県道主要地報道一般県道。ありがとうございます。